こんにちは、神崎です。ですね、昨日書類が届きまして、厚生局の方から書類がいただきました。で、これがですね、歯周組織再生誘導手術の受理について通知。医療機関から届け出のあった表記については下記の通り受理したので通知しますということで、歯周組織再生誘導手術、これは2回目なんで出し直しなんだけども、許可をいただきました。はい、それからもう一つ、手術時歯根面レーザー応用加算の受理について、これも受理していただきました。はい、で、算定開始日、要するにこの治療を始めていいですよっていう日が両方とも12月1日です。で、受付が11月の17日に受け付けましたということです。で、ちなみにね、こっちの手術時歯根面レーザー応用加算は12号なんで、12番目、熊本県で900件ぐらい歯医者あるんだけども、その中で12件で調べてみたら、どうも2件やめてるみたいなんで10件ですね。で、こっち側が GTR の方が、 GTR って歯周組織再生誘導術の方ですね、こっち側が115号なんで100件目ぐらいでした。で、ちなみにレーザーの方、こっちの手術時のレーザーの方は玉名ではうちだけです。で、こちら、こちらは名古屋ではうちだけです。残念ながらこっちはですね、玉名、山がそれぞれあります。1件だったかな、うち含めて GTR、 こっちの歯周組織再生誘導術の方が名古屋はうちだけで、玉名郡市で僕ともう1件で、山鹿はもう1件だから、山鹿に1件、玉名の方に1件とうちとの3件だけです。で、レーザー応用に関しては玉名郡市では僕のとこだけ、それから山鹿では1件、2件だけです。少ないですね、やっぱりね。まあ、ということでね、施設基準いただきましたんで、ありがとうございます。で、今後こういった症例があればじゃんじゃん実施していきますんでね、もし該当するかもしれないという方いらっしゃったら言ってください。いつでもご相談お受けしますんでね。それではまた。